モリーは、上野動物園、後に、玉動物公園で飼育されていたオランウータンである。オランウータン飼育の実績に乏しかった日本において、日本最初の事例となる出産をこなし、飼育家のオランウータンでは、世界最高齢となる59歳まで生きた。晩年はクレヨンを使って、絵を描くようになり、モリーが白と親しまれた。モリ、モーリーの表記もある。日本における、 オランウータンの歴史は古く、1792年には、オランウータンが来日したという記録が見られる。しかし、飼育成績はかんばしいものではなく、戦前に来日したオランウータンの来日後の寿命は数ヶ月、長いものでも2年であった。上野動物園でも1925年来日の個体は半年、1928年来日の個体は1ヶ月と、短命で、 1936年9月にも南洋共発社長が園に寄付したオランウータンが来日したがその後4ヶ月の寿命であった。戦後、1955年に開催されたバンドン会議でインドネシアからオランウータンの譲渡が決まり11月に3歳のメスが来日上野動物園で飼育されることになった。このオランウータンはモリーと名付けられた。モリーは 冬の寒さに困惑、病気で入院することもあったが乗り切り、日本に定着していった。1961年5月には、最初の子を出産した。この出産は、ランウータンの出産としては日本で最初の事例であった。出産の際には誕生直前に、モリーが突然立ち上がり、天井からぶら下がったため、そのままでは、生まれた子が追死する可能性があったが、 モリー自身がこう受け止め、最悪の事態は免れた。この子は、ウイゴと名付けられた。1971年8月には、ウイゴが最初の子を出産、モリーは孫を持つ身となった。生まれた子は三世であることにちなんで、ミオと名付けられた。しかし、ウイゴは全く授乳をしようとしなかった。ウイゴは1976年に第二子を産んだが、この時も同様であった。 こうした現象は、動物園生まれの他の動物にも見られた特徴で、その生まれの動物の繁殖に課題を残す結果となった。モリー自身も1975年に4度目の出産をした。この時モリーは23歳で、出産年齢でも、出産回数でも記録を更新した。しかし、モリーの子らはモリーほど長寿ではなく、 モリーの4頭の子も夫となった2頭も1999年までに全員が没した。1986年からは東京都がズーストック計画を推進、希少種は各園で分担して飼育することになった。オランウータンは多摩で飼育することになったが、モリーは高齢で繁殖能力もないことから移動の対象から外され、上野で、 唯一のオランウータンとなった。この頃には、片目はほぼ見えなくなっており、もう一方も肉が垂れ下がり見えにくいことから、これを描き上げる仕草がモリーを象徴するものとなった。2002年には、飼育係が試みに紙とクレヨンを与えたところ絵を描くようになり、古典も開かれた。2005年には、多摩動物公園に移され、2010年にはそれまでの、 世界最高齢記録に並ぶ58歳となった。しかし2011年、東日本大震災の発生時には声を出して、動揺を示した後、以降は食欲を失い、4月に老衰で死亡した。ありがとうございます。